皆さん茶々の品種知ってますでしょうか。種類、まあいろいろ名前があるんですけど、ノルウェージャンフォレストキャットって言います。この品種をちょっと調べていったら、そう、なんでこれを調べようと思ったかっていうと、ツイッターで、LINE ニュースかなんか、世界一大きい猫って言って、118センチみたいな取り上げられてたんですけど、めっちゃチャチャに似てて、ツイッターでちょっと投稿したんですけど、チャチャに似てねみたいな。でかい猫って言ったらメインクーンを、想像すると思うんですけど、その猫となんか20世紀までは見分けがつかなくて、品種がこう明確化されてなかったらしいです。明確化されてなかったってだけあって、ノルウェージャンもでかいんですけど、どうやらなんかこう書いてあるのがですね、神話に出てくる神様が猫を2匹連れ去ろうとしたら、重すぎて連れ去れなかった。重すぎてで、チャチャはそこまででかくないですよ、そんな重くないんですけど、それがノルウェージャンだったらしいです。性格はいたずらっ子、まあその通り、ほんとその通りでね、いたずら大好きです。そしてノルウェージャンの平均体重、これがまたびっくりなんですけど、まあ、男の子と女の子、まあ、違っていきます。そして男の子 4.5から8キロ。8ってね、やばいよ。普通に8はやばい、猫で8はやばい、めちゃくちゃでかいと思います。8だと女の子だと 2.8から5.5。 2.8 はまあ相当小柄、 2.8 で終わるってないんじゃないかな。チャチャも1歳になったばっかなんですけど、多分ね、3.5 か4ないぐらいだと思います。5キロまで行くのかなーっていう見物ですけど、成長するのがゆっくりって聞くんで、ね、楽しみですね。平均寿命、これも気になるな。11歳から14歳。短いね、チャチ。まあ、チャチ50年生きるでな、大丈夫だな。体重測りたかったら体重計ぶっ壊れて測らなかった。まあでも、4キロ弱かな、この重さだったら。以前測った時が 3.5 とかだったから、4キロ弱ぐらいです。みんなにもね、持たせてあげたいんですよね、本当なら。チャチ、ほら、こんくらい。どんくらい？みんなにもね、戻してあげたいんだけど、さすがに画面は超えれねえわ。ということで、チャチャもね、世界一、いや日本一かな、日本一をまずはね狙いたいと思います。まあチャチャはそんな期待できねえな。